サコピー。バターの香りがプリン。毎度フランケン劇場です。前回ですね、オイスターソースを手作りで作ってみましたっていう動画を上げさせていただいたと思うんですけど、オイスターソースね、日を増すごとに旨味がすごい熟成されていって、今超最高 P 状態なんですよね。ですので本日は前回のオイスターソースを使って美味しいラーメンを作っていきたいと思います。今回作るラーメンなんですけど、ちょっと今まででない新しいのを作りたいなということで、ポイントとしては2つ、1つ目はオイスターソースに合う食材としてたっぷりの野菜を入れています。で、2つ目なんですけど、2つ目はせっかく野菜を入れるっていうことでね、歯ごたえも楽しめたらいいのかなということで、歯ごたえが楽しめるような具材をたくさん入れてます。このラーメンの名前は家系ならぬ二郎系ならぬフラン系ラーメンと名付けます。いろんな食材をご用意してますんでお楽しみに。本日用意している食材の個数は1個、2個、3個、4個、5個、ロックでもない人間です。それでは行きましょう。それでは始めます。まずはラーメンのタレ作りです。サラダ油を全体になじませていく。まずはニンニク、続きまして豆板醤。うわ、跳ねる跳ねる跳ねる。こいつで蓋をするがのごとく豚のひき肉をイン。ちょっとは収まりましたかね。続いて甜麺醤。甜麺醤はね、使う機会が少なすぎて賞味期限が遠に過ぎてます。続いてタケノコ、レンコン、しいたけ、歯ごたえが楽しめるようにざく切りにしてます。醤油、いやちょろすな。料理酒からの塩、砂糖、白ネギとニラ。ちょっとね、名脇役たちを盛り上げてみました。唐辛子をかっこよく言います。カイエンペッパー。最後に自家製オイスターソースです。こいつを入れて軽く混ぜるとラーメンのタレの完成です。続いて麺、縮れ麺を使用します。奥でね、温泉卵を作ってます。ここでね、麺が固まらないようにラー油と絡めます。先ほどのラーメンのタレ、白髪ネギ、きゅうり、今が旬生わかめ、温泉卵、いやほぼ生やん、見て、せーの、できた。はい、できました。オイスターソースとたくさんの野菜でうまみたっぷりフラン系ラーメンです。それでは、いただきまーす。まずは卵を潰します。多分これ混ぜた方がうまいんでしょうね。混ぜそばとジャージャー麺を掛け合わせたっていうようなね、感じのラーメンができました。今わかめのとこだったんですけど、今が旬のね、生わかめなんでめっちゃ歯ごたえがあって最高ピー。
もうオイスターソースのおかげで旨味が神級になってますね。あとちょっとタレを辛めに仕上げたんですけど、温泉卵を入れたんでね、非常にまろやかになってます。レンコンやタケノコも細かいんですけど、非常に噛み応えがあって、最後まで美味しくいただきました。ごちそうさんです。あの前回と今回ちょっとオイスターソースを手作りで作って料理をしてみたんですけど、思ってた以上にうまいですね。で材料の方も、まあ、香味野菜と牡蠣もあのスーパーでこういうパックで売ってるような5、6個入ってるやつで、まあ、小さいタッパーいっぱいに作れるんで、皆さんも騙されたと思ってぜひ一回試してみてください。フランケンは騙しません。それでは大きなでグッバイ。顔よし、性格よし、プロポーションよし、オールステータス100億万。